バルガは、エストニアの都市、バルガ県の県と、ラトビア国境に接している。人口は14,055人。隣接するバルカと本来は一つの都市であった。エストニア、ラトビアの両国によって分割されたため、市内に国境が設定されているように見える。近隣の都市としては、約80キロ北東のタルト、約65キロ南西の聖スイスなどが挙げられる。 中世では、バルクと称された都市が、タルト市協領とリボニア体験騎,騎士団領の境界に一致していた。16世紀後半、ポーランド王によって都市特権を認められた。17世紀前半、グスタフ・アドルフ地聖火のスウェーデンによって併合されるが、18世紀初頭の大北方戦争で、ロシア領となった。第一次世界大戦を経て、バルト三国が独立を達成した際、 エストニアとラトビアの間でこの地域をめぐる領有権問題が発生した。そのためイギリスの仲介の下でバルガがエストニア領のバルガとラトビア領のバルカに分割され町を分割するような形となった。2004年にエストニア、ラトビアが EU に加盟し宣言協定の加盟国にもなったため両都市の人々による往来は容易である。ありがとうございます。